はいどうも、タケルンタイムズのタケルです。皆さん今日はですね、全日本プロレスの、愛知県岡崎大会の、大会後の打ち上げということで、ですね、こちらスイーパーのお二人、そして斉藤選手、スイーパー斉藤選手、そして木原リングアナということで打ち上げやっております。そして皆さんも全日本プロレスお疲れ様でした。今日の大会はどうでした？最高ですか？最高！ニット終わりだけどね、ほらニット終わりだけどね、ニット終わりだけどね、ほらそしてですね、今こちらにいる、ジェイク・リー選手、岩本選手はですね、次の、アジアタックアジアタックの次の挑戦者ということでね、ちょっと、まあベタなんですけど、ちょっと意気込みというか、ちょっと聞いてみようかな。ニット終わりだ、ほらもう振ってしまった。ああ、いいですよ。もうね、僕ら、今までの古い人外的に落としてるんで、はい、で本当、同じ失敗は繰り返せないと思いますので、なんとしてでも。今、あれなんですよ、プロレス知らない人に向けに言うと、なんかこの全日本プロレスっていう今、この団体のなんかベルトが、その違う人たちに今行っちゃってるんですよね。それなんで、ちょっとまあ、取り返してやるぞみたいな。流出させたのも僕らなんで。僕らというか僕なんですけど、はい、隣のジェイク・リー選手はいかがでしょうか。言う通りです。言う通りだから お酒がもうすでに、まあ、甘口が回らないという状態でしょうか。実はですね、ジェイク・リー選手、私は、地元久喜市なんですけど、高校の加須市があって、長崎トカルゴンがあった加須市の近くの平成国際大ということで、なんと地元がめちゃくちゃ近いです。めちゃくちゃ近いというね。そんな感じで、特に締めがわからない。締めがわからない。一刀割りだけどね、ほら一刀割りだけどね、一刀割りだぁ。京子今日は巡業初日だ。今日はそうですね、巡業また明日は、明日は京都に、明後日は岐阜、その次は行ったわ。そんな人は知りません。岐阜、そして、広島、移動日挟んで愛媛京都、移動日は首だけ、京都じゃない神戸、首だけとか言わないでください。京都、神戸、最後は神戸ということで、京都じゃない愛媛神戸、そんなわけで、毎日毎日プロレスやってるんで、全日本プロレス皆さんもぜひ私のチャンネル機会に来てくれたら嬉しいです。そんなわけでね、タケルンタイムズグラグラですが、一緒に最後のやつやってもらおう。一緒のやつで、手は最後ちょっと皆さんも分からないと思います。さて、じゃあ皆さんチャンネル閉めますんで、全日本全然まとまらないチャンネルでしたが、今日もご視聴ありがとうございました。そんなわけでチャンネル登録、そして高評価よろしくな。 Take it easy。